今回はですね、千葉県は銚子にやってきました。さあ今回の旅の舞台、千葉県銚子市。銚子は太平洋に突き出た関東最東端の町。そんな銚子の海は黒潮と親潮が交わり、利根川からの豊富な有機物が流れ込むことで全国屈指の好漁場となっているんです。恵まれた漁場銚子は水揚げ量日本一。そんな銚子の海鮮を一度でいいから現地で食べたかったんです。僕旅先で高い建物があるとついつい登ってみたくなって、上からいい景色を見てみたいなって思う気持ちになっちゃうんですけど、ここ銚子にもあったんです。それがあちら。ということでやってきたのは銚子ポートタワー。その高さは 57.7 メートル。エレベーターで展望室の4階へ向かうと、全面ハーフミラーガラスの窓から銚子の景色が見えるんです。そしていよいよ上階へ。すると絶景が待っていました。どうですか、西の方角には銚子の漁場に流れ込む利根川。その利根川にかかる銚子大橋、雲がなければ富士山も見えるみたいなんですけどね。さらに北の方角は銚子漁港と広大な太平洋。さあ記念に1枚撮ってみました。空が広いな。銚子の美しい夕焼け空、心がスカッと晴れました。ということで、この後は銚子グルメ夕飯を食べたいと思いますっていう流れになると思うんですけど、実はこの銚子で今回一泊します。それで泊まるのは民宿に泊まるんですけど、割烹民宿っていうところに泊まるんですね。で、民宿なのに割烹、割烹料理の割烹がつく民宿ってちょっと不思議じゃないですか。で、気になるんで予約入れたんで、夕飯は民宿の料理をいただきたいと思います。もうすっかり暗くなっちゃったよな。銚子は漁港の町、静かでいいんだけど、歩いてる人なんか一人もいないよな。早いとこ宿見つけないと。人っ子一人歩いていない夜の銚子の漁港町、なんだか不安になってきます。犬が鳴いてるよ。全然出てこないんだけど。あったあった、出てきた出てきた、民宿出てきたよ。いやー、寒い中歩きました。目当ての民宿見つけました。チェックインしてお風呂でも入って温まりたいですね。ということで改めまして、今回宿泊するのは割烹民宿菊屋。こちらの宿創業約50年。ほら見て、看板取れちゃっててなんだか歴史感じるでしょ。そんな歴史ある民宿、玄関ドアをガラガラと開けてなんだか他人の家に入る感覚、それが民宿の良いところでしょう。ほら見て、ロビーもいい感じ。入った時の感覚で印象決まりますからね。こんにちは、こちらです。こちら、はい。長くて広い一本廊下、そして引き戸の部屋、いいぞ。ありがとうございます。はい。あ、100円でした。確かに。はい、ありがとうございます。はい。さあ、今回宿泊するお部屋、その全容です。いやいや、なかなかいいじゃないの、この民宿の和室。そして、もう畳で6畳ぐらいでしょうか。その上に、布団が敷いてあっていいじゃないの。そしてね、この窓際、このスペースもいい。披露宴、自宅じゃ味わえない空間です。さあ窓からの景色はというと、ちょっともう夜なんだけど、あ、先ほど入ってきたね、庭が見えますね。なるほど。広大な庭、
キャンプグラウンドのプランもあるんです。長年やられてると思うんだけども、非常にちゃんとメンテナンスしている民宿だと思います。はい、汚いとかそういう雰囲気もないです。綺麗に管理されてるというのがね、もう大体ね分かります。はい、さあ食事の前に一っ風呂浴びようじゃないか。さあ冷えた体が温まった後はいよいよ目当ての割烹料理をいただきます。どうですか、これ全部で10種類、とりあえず順番に見ていこうじゃないか。ですか、全部で10種類伊勢エビも入っちゃって、これに明日朝食もつくんですよ。それではいただきますと言いたいけど迷い橋です。まず最初にいただいたのは赤魚の煮付け、これ味が染み込んでて本当に美味しいんです。甘めの煮汁はご飯との相性抜群。続いてはホタテバター、卓上七輪で出来たてをいただけます。ここの割烹料理の目当ての料理と言ってもいいです。伊勢エビ、ちょっとちっちゃくてごめんねとおっしゃっていたおかみさん、全国旅行支援のせいでお客さん殺到しちゃって大きい伊勢エビ出払っちゃったそうです。うん、残念。でも伊勢エビには変わりないですから。骨の髄までしゃぶりついて、伊勢エビ、伊勢エビ、満足伊勢エビ。さあ続いてはナスの味噌田楽。いやーこれも見た目からして美味しそうじゃない。続いては生牡蠣いきます。もみじおろしもついています。続いてはお刺身いきます。これはキハダマグロかな。今度はこれサーモンでしょう。続いてはビンチョウマグロ、綺麗な色してるわこれ。今度は揚げ物いきます。これも魚でしょう。
何の魚かちょっとわからなかったんですけど、塩分が効いてて美味しいんですこれ。さあもう一種類の揚げ物、魚いきます。いやー本当にいいんでしょうか、こんなにいっぱいあって。さあさあもう十分な満腹感味わっているんですけど、茶碗蒸しいきます。いやー茶碗蒸しって本当いいよね。口に入れるとなんだかホッとするような気分になりますよね。さあこれエビも入っています。さあ味わっていこうじゃないか、ラスト伊勢エビ。いやー伊勢エビって濃厚で本当に美味しいんですね。全10種類いただきました。トークマ、はい、おはようございます。ここ銚子、日本で一番早く朝日を見られる場所ということでね、せっかく銚子来たら朝日見ないと。ということで民宿の近くの海沿いに来たんですが、これどうなの、雲が一面に広がっちゃってるけど海との間に隙間あるでしょ、あそこから見えたりしないのかね。日の出が近づいてきたぞ、朝焼けが見えたぞ、いい感じだ。さあ時刻は6時39分、日の出の時間を迎えました。太陽は姿を現してないんだけども、あの雲の向こうに太陽絶対います。もう輝いてます、雲が輝いています。どうなの、いい流れ来てんじゃない、朝焼けが美しい、空が広い、漁船も絵になるじゃないか。待ったかい、ありました、銚子の日の出、太陽拝みます。さあ力のある朝日を体中に浴びようじゃないか。そして銚子といえば地球が丸いことを実感できる場所、 We are the world、 世界は一つだ。銚子の太陽顔を覗かせてくれました。いやありがとう、本当にね来た甲斐があった。それにしてもね、この太陽の光の強さすごいね。ちょっと反対側見るとさ、ほらわかるかな、これすーげー明るくなっちゃった急に、すごいね。まあ何やともあれね、ここね初日の出のスポットで、もう大晦日の夜過ぎたあたり、もう午前1時ぐらいからねこの一帯ね渋滞するらしいです。まあねそんな時にね来てらんないですからね、初日の出の先取りってことでね、来年もいい年になりそうです。はい、銚子で出会った太陽、そして日の出、想像以上に美しかったです。
ピウマ。朝ごはんも食べ終えまして、そろそろチェックアウトの時間がやってきたんですけども、1泊2日の割烹民宿のご飯、この値段でこの料理本当にいいの？もう大満足です。ありがとうございました。登録。